妙演寺妙演寺は東京都渋谷区にある日蓮宗の寺である。三号は蓮光山。九本山は小港誕生寺。塩市公演。毎年夏の土曜の牛の日に行われる行事、宝禄宮で知られる。宝禄宮は宝禄を使った宮である。本堂脇から裏手にある墓地には第七代横綱稲妻雷五郎の墓が、また、 三門を入ったすぐ右手には、山手後番組美消し頭取として、名を馳せた幕末の凶郭、夜間、平五郎や戦国武将の後藤元寺の公営、また太夫、正俊の墓がある。さらに、珍しい墓として、城西地区の銭湯の従業員の霊を弔った、坂下や寄子の墓がある。風呂屋の従業員にはかつて三助や身寄りのない者が、多かったと考えられ、 口入れ業を制御としていた坂下家がこれを弔ったものと考えられている。同じく山門の右手には立像合唱の菩薩を安置する上号菩薩堂があるが、この菩薩は大東亜戦争末期の1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲で、付近一帯が焼け野が原となった際にも焼け残ったものである。原宿の地名の起源となった鎌倉街道の宿場町、 原宿は現在の妙園寺付近にあったとされる。江戸時代、寺子屋教育が行われており、原宿70番地に1881年に開校した穏やか現象学校には妙園寺の寺子屋の生徒も収容された。その後、近隣の住宅化の進行と児童数の増加に伴って1889年には現在の妙園寺の地に校舎が新築され、 1900年に原宿170番地に移転するまでここに小学校校舎が置かれていた。門前にはこれらの経緯を示す標識版が渋谷区によって設置されている。ありがとうございます。